はい、というわけで皆さんこんにちは、吉松の時間です。ということでね、今回ねご紹介っていうかね、まあ、ちょっとこう語りたいというか、それはこの本ですね。まあ、大きいんですよこの本は。ね、赤ちゃんの幸せ名付け、ね、ということで書かれたのはですね、玉ひよ幸せ名前の鑑定書ということでですね、はい、タミヤさんとか方かな。で、出版社はベネッセですね。ベネッセ、有名なね、ベネッセというところが出版してますというところでですね、なぜ私がですね、この名付けの方かとか、まあ私に今赤ちゃんがいるとかそんなことないじゃなくて、ですね、これはですね、私がまあ文章を書いている、まあお金にならないんでね、プロではない、今はプロじゃない、まあプロ未満、卵ということかな、うん、なんで、そういうことではね、名前をつけるとなんか結構出てくるんですよ。主人公、脇役、ちょい役の名前ね。この、まあ、生命というより、これは、音から選んだり、イメージから選んだり、画数から選んだり、おすすめ漢字ということで、ダメな名前っていうのもね、分かりにくい名前っていうのは、うん、あるんです。だから、間違いやすい字があるから気をつけなさいよ、ということでね。うん。でね、なんかこんなのも出てきちゃった。これ中古本で買ったんだけど、これ前買った人が一生懸命ね、これ私だって知らないですよ、これ。ここになんかたまたま今、挟んであったんだけど、なんか前ね、これ買って、本屋へ売りに行った人が、なんかいろいろ書いてますよね。そうだもいうことで、なんか、うん。同じ名前でもね、いくつもあるもんでね、例えば、なんていうかな、よくある名前で、今ある有名なS エリカさんとかにいるけど、エリカっていう名前も随分あるんですよ。これで見ると。いろんな字があるから。で、苗字にね、対応する名前で、なんつうのかな、やっぱりその人のね、人となりが見えてくることがあるんですよね。名前が全然合ってない人もいるし、からどこにでもいる名前もいるし、から今あるキラキラネームみたいなの、読めないって、宇宙と書いて、宇宙と書いてね、コスモと読んだりとか、全く読めないっていう、うん。まあ、キラキラについてはね、いろいろとこうご意見皆さんあると思うんだけど、まあ親がつけるだからいいんだけど、まあ人事担当の人がね、キラキラだと一応こう身構えるっていうかね、要するにキラキラ名前をつけてしまうということは本当にいい名前ならいいですよ。ただ親のセンス的にですね、ちょっと親のセンスが問われちゃって、こういう両親だったら、この名前をつける両親だったらね、きっとこんな育て方してるんだろうなっていう、透けて見えちゃう時あるんですよ、たまに。その名前で、あまりにも飛び外れた名前だと、うん、だからまあいい名前はいいんだけど、まあ、本当考えてつけなあかんということで、まあ私の場合はですね、これは小説の主人公および脇役および登場人物の名前をつけるときにこれを活用してます。これ2011年の本なんですけど、私買ったのはね、つい最近なんですけどね、これ、やっぱりね、なんていうのかな、こう例えばここに書いてある誠実とかね、勇気とかね、それをこう連想するような名前、あるいは画数っていうのがすごく大事で、名前ってやっぱり画数がいいとね、やっぱり上上がってくるんですよ。私今までね、3回小説の予選通った時あるんですよ、ペンネーム自分の。その時ね、画数に凝った名前でしたよ。それは3つとも画数に凝らずに、なんか雰囲気だけでつけた名前はやっぱダメでしたよ。で、今も画数に凝った名前にしてます。これは結構な名前なんで、まあいけるかもしれないんですけど、なんていうのかな、画数って大事なんですよ。
うん、ところが皆さんが一番失敗するのは画数が間違えてるんですよ。例えば総合数で何あのこの画数この数字だったらいいよっていうさっきのねこの型が書いてたら見えたみたいにねこうやってあの一応こう画数の表があるんですけど、この表はこの本はどうなのか分かんないけど、あのね常用漢字とか一応あるんだけど、あの旧漢字っていうのがあって、例えば古い字体っていうのを画数が多いことが多いんですよね。草川文なんかでも1,2,3で今済んじゃうけど、実は竹が2つあって草川文って昔やってたんで、例えば 1,2,3,1,2,3 で6なんですよね。もうそれだけで画数が、だから昔の総合文みたいなあの因相っていうかね、あのそのあの運命の一覧表で見るとですね、画数が今の時代では良くても、これ旧字っていう古い字、旧の字にしちゃうと全然ダメっていうのがあるんですよ、うん、で私はそのことをですねある方から聞いて、そのことその方がですね推奨するあの、まあ、昭和40年代の古いやつをでなんとか高かったけど手に入れてそれでやってます、うん、それはあの確かですから、うん、ということで、これはだからそこまで考えずにですね小説の名前付きで使ってます。大変昔10年前に買ったやつがもうかなり名前が古いもんで、今もこうちょっと新しめの名前でね、はい、やってます。そんな感じでこんなものを買っている私でした。ではまた次回お会いしましょう。